コツを古川様から教えていただきたいと思います。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。クイズ王の古川様に、はい、高松ならクイズ女王計画をしっかり公開でサポートしてやりますので、うわ嬉しいですよ、ね、これでバリバリ頑張りましょう、クイズを。じゃあ今日はですね、本当に、はい、触りの簡単なところだけ言うんですけど、はい、クイズの文章って漫然と聞いてて知識があれば解けるってちょっと思っちゃいますよね、はいはい、でもですね、早く判断するコツとかもいっぱいあるんですね。早押しの時ってことですか？時とか、あとボードクイズだとしても、はい、他の人より早く問題が頭に入った方が思い出す時間が取れたり、あ、確かにそうです。だから早く理解するのってすごく大事なんですけど、はい、例えば、ゴルフボールの表面にある、はい、デコボコのことをディンプルって言います、はいはい、あれこれ結構クイズに出やすくて、はい、英語でエクボっていう意味があって、はい、そういうのも面白かったりするので出るんですけど、ゴルフボールの表面にあるデコボコのことを何て言うでしょう、ディンプルっていう問題に、はい、例えば早押しだと、はい、まあ、これがあるものとないものでは飛距離が3倍違うと言われているみたいな面白情報が載ったりするんですよ。ああ、はいはい、あのデコボコがあるとないでそんな違うのねって視聴者の方とかが、なるほど、なるほどって思いますよね、はい、でなる気持ちをつけるためにこれをつけるんですけど、ここで注目するのはですね、はい、日本語としていかにクイズの文章を解析するか。日本語、そんなすごい、はい、これちょっと日本語学、はい、言語学にも関わってくる言葉なんですけども、はい、これがあるものとないものでは飛距離が3倍ほど違うと言われているゴルフボールの表面にあるデコボコのことを何というでしょう、はい、ここで注目すべきは指示語が入っているということなんですね、はい、これが、はい、これがあるものとないものでは、このですね、指示語はですね、クイズのルール上必ず答えに書かれる。確かにすごい、はい、ですのでこの指示語に着目することで答えるのが、例えばゴルフとか、はい、デコボコとかでは、まあデコボコはあり得るかもしれないですけど、はい、ゴルフとかですね、はい、そういうものを聞いてるんじゃなくて、ゴルフボールのこれがあるものとないもの、つまりディンプルがあるものとないものでは3倍違うと入れ替えても話が通じる、はい、それが答えになるっていうことなんです。これの部分が答えになるんですね。そう、例えば吾輩は猫であるって始まった問題は、吾輩は猫であるで、主人公の人の名前は何でしょう、はい、とかになるかもしれないんですけど、はい、代表作に吾輩は猫であるって言ったら、隠れた指示語、この人の代表作に吾輩は猫であるって置き換えることができるので、あー、なるほど、このって置き換える、置き換えることができるので、代表作にって始まったら必ず夏目漱石が答えになるんです。だからでも代表作に我がぐらいで押せるってこと、押せるっていうことになるんですね。うわすごい、まあ、ちょっと引っ掛けだったり、ちょっと問題文がごちゃごちゃしてたりすることもあるんですけど、はい、洗練された問題が出る、クイズ大会や番組っていうのは、はい、そういうふうにきちんと作られているので、そういうことを分かってるだけでもう人よりコンマ何秒以上早く押すことができたりします。いやだってかっこよくないですか、代表作に我がでも押せるってことですよね。そういうことです。例えば夏目漱石のエピソードを言いたいんだったら、はい、夏目漱石はとかで始まってもいいし、はい、ちょっとつけたとしても我が輩は猫であるで知られる夏目漱石は、はい、とかでいいのに、はい、わざわざ代表作にまでつけてるってことは、これは著者を聞いてるんだなということを、うわすごい、感じ取ることができる。これがクイズにおけるバッティング、はい、シュート、フォームにあたる技術です。すごい、いやこれはすごいですね、はい、こういうコツがですねたくさんあるので、受験のなんかテクニックみたいですね。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは